もう一個柏木さんに出会って僕が実践してよかったなって思うのが、休むことなんですよね、まあ、もちろん徹底してやるから休む、まあ、そこすごい僕休めない人間でもう、ね、あの休むのが怖くて休むと筋肉落ちちゃうんじゃないかとか、ね、もうそわそわして本当にトレーニングしてないと気が済まないようなあの時代もあったんで、その辺のやっぱりこう、なんですか、追い込むことを休むことの柏木さんのこう考え方っていうのはどうですか、やっぱり休むことっていうのは大事なんですか。休むこと、ね、まあ、自分の経験からなんだけど、その調子がいい、すごい調子がいい、もうこのまま行ったらもうどんどん成長するんじゃないかっていう、そういう時があるじゃん。で、そういう時の次に来るのが怪我だった、はい、うん、調子がいいなと思ってて、で怪我をして、で上がっては下がって上がっては下がってっていう、なかなかそこから上がれないっていう時があったので、だからそうするとまあ伸びが結局は少ないのかなっていうんで、その筋肉の成長と関節の回復に対してこのちょっと違いが出てるっていう感覚があったので、この調子がいいなと思ってる時にもう思い切って休むと、うん、で休んで、まあ、調子がいいところを休んでもったいないと思う人もいるかもしれないけど、結局は最終的に成長につながってくるので、はい、だからこれはまあ休んでしっかり回復させてまた全力でトレーニングやろうっていう、うん、で1週間ぐらい休んだところで全然筋肉落ちないで、落ちないですよね。僕は本当にそれ最初もう休み休み言われても鬱陶しくて、それが言われるのがもうストレスで、でも休むことでその後のこの調子の上がり方とか、まあ、もちろん怪我も減るんですけど、そこを体感できるようになってからも本当に逆に今度僕は休むのが楽しみというか、うん、休めるから頑張ろう、そうそう、休んだからやろうみたいな、ね、休んでる間に、なんだ、精神的にも回復して充実してくるから、やる気が出るんですよね。そうですよね。だから今も本当に柏木さんに教えてもらったその休むっていうのは、特に追い込める人ほど、選手なんかはやっぱりみんなどんどん追い込んじゃうんで、そう、日本人休めないと多いですよね。そこをすごい僕もね、自分の選手たちに教えるようにしてますね。やっぱ休むことで本当に成長につながるっていう、うん、つい最近も誰か休めない休めない大騒ぎしてた人が、ビキニ女王です。ビキニ女王が忙しいんで、安井さんですか。安井さん本当ね、今もうタレント業だけなんで、ね、まあ、トレーニングやる時間がたっぷりあると思って、ちょっとオーバーオールになっちゃう。ね、だんだんこの本人は頑張ってるんだけど弱くなってくるのが分かるんで。その都度体も硬くなってるし、はい、回復できてるのちゃんと休んでるのって毎回毎回聞いてるんだけど、休むことはサボることだみたいな風に言ってるもんで、なんかそうじゃない、積極的に休む、積極的に体を回復させる期間もちゃんと設けないといけない、だからそれはサボってるわけではない、